はい、皆さん準備の方よろしいでしょうか。はい、ではですね、早速ギターと、定冠詞をつけた、スペイン語ということで、ご紹介していきたいと思います。はい、ではまずギターですね。これはこう言いますよ。ラ・ギターラ、ラ・ギターラ、ラ・ギターラというふうに言います。はい、で続けてどんどんいきましょうかね。はい、まず次はですね、スパニッシュギター、私はスペインギターって呼んでますけども、はい、この、 8の字型のフォームでですね、はい、裏板が平らな楽器、これは本当にスペインが起源ということになるので、そういったスパニッシュギター、スペインギターというふうに、正式に言葉として、使われているわけなんですけども、こちらの方は、スペイン語で何というでしょうかね。はい、こう言います。La guitarra española。La guitarra española。La guitarra española。というふうに言います。はい。で、次はですね、どんどん行きましょう。今私が手に持ってるギターですね。側板、裏板が、ローズウッドで、本当に、バッハを弾いたりですとか、ボサノバを弾いたりですとかっていうふうにね、弾くギターです。演歌でもいいかもしれませんね。はい、この楽器はクラシックギターというふうに言いますね。クラシックギターと言います。はい、でクラシックギター、スペイン語ではこう言います。La guitarra clásica。La guitarra clásica。La guitarra clásica。というふうに言います。はい、よろしいですか。では次のギター行きましょうかね。はい、もちろんこれもね、さっき言ったラギタラエスパニョラですよ。これはね、ムイエスパニョラ、とてもスペイン的な楽器じゃないでしょうか。はい、これ後で言いますけどもね、ここちょっと白いね、板ついてますよね。これをこう爪でね、こう生やした指でこう叩いても傷がつかないようにね、叩きながら弾くわけなんですけども、傷がつかないようにっていうものがついております。はい、もうこれで皆さんお分かりになりますかね。ね、一巡しちゃおうかな、こうやってね。はい、これ糸杉 C プレスのね、側板裏板でできてますね。はい、分かったあなたは偉いかもしれません。ね、これはフラメンコギターになりますね。フラメンコギター。はい、でこれはスペイン語で何て言うでしょうか。 La guitarra flamenca。 La guitarra flamenca。 La guitarra flamenca というふうに言います。はい、でですね、先ほどちょっとね、名前言いませんでしたけど、この白いところですね、もちろん楽器によっては白い色じゃなくて、透明だったりするかもしれません、ね、でこれ叩くというのがですね、スペイン語でゴルペアール、ゴルペアールという動詞があります、ね、この叩くというものに、耐えるものですね。はい、ですので、ちょっと今の、ね、ゴルペアールに似てます。ここの日本語だとゴルペ版というふうに言うんですけども、このゴルペ版、スペイン語ではエル・ゴルペアドル、エル・ゴルペアドル、エル・ゴルペアドルというふうに言います。はい、よろしいでしょうか。さあ、ではですね、大きくギターの紹介をして、小さな部品ということで、最初にゴルペ版、エル・ゴルペアドル、ね、ちょっとお話ししましたけど、ちょっと上から順々にちょっと、各部分 の, 説明をしていきたいと思います。この上ですね、ここの、ちょうど弦を、ね、結んでるここの大きな部分ですね。はい、これ日本ではヘッドってね、英語で言われてることがほとんどじゃないかと思います。おそらくね、何ですか、三味線の中で天神なんて多分言うんだと思いますけども、スペイン語ではですね、英語と同じような感じですね。はい、ヘッドって頭のことですよね。スペイン語でも一緒になるんです。はい、これこうなりますよ。ラ・カベサ、ラ・カベサというふうに言います。で、あと専門家の、ね、方なんかですと、この、今の、ね、ヘッドのところですけども、こういうふうにも言ったりします。ラ・パラ、ラ・パラ、ラ・パラというふうに言ったりします。はい、で次に、このね、キラキラしてますね、このちょっと一見ゴージャスな部品ですけどもね、ゴージャスかもしれない、これでね、ここを、つまんで回して、音程を合わせていくわけですけども、これ
あれですね、業界ではペグと言ったり、あとは糸巻きというふうに言いますね。はい。で、これはですね、ちょっと機械式っていうところが大きいですね。はい。ですので、まあ、この機械式の糸巻きのことを、スペイン語では、el clavijero、el clavijero と言います。で、これ見ていただくとわかるんですけども、こちらの、左というのか、ね、右というのか、両側に2つありますね。まあ、一対あるという感じで使いますので、スペイン語もですね、先ほどの el clavijero だけだと、片側だけということになってしまいますので、両方合わせてもちろん言うことの方がやっぱり多いんですね。そうなりますとですね、こういうふうになりますね。定冠詞も変わりますよ。Los clavijeros. Los clavijeros. Los clavijeros. というふうに言います。ね。ちょっと気がつかれたかもしれませんけど、ね、名詞、clavijero そのものにも、こう、S がつきまして、複数ですよというふうな変化をするんですね。はい。では、次どこに行きましょうかね。あ、これ弦が見えますね。はい。これ弦のことすごく大事ですね。はい。まず、一本の弦でお話ししましょう。弦一本の場合はスペイン語でこういうふうに言います。La cuerda. La cuerda. La cuerda. というふうに言います。はい。で、ギターの場合は6本ありますね。で、6本のうち、2本、3本という言い方もしなくはないんですけど、一応、すべての弦のことを指す、言葉を言いましょう。ね。これは、先ほどの、弦ね、ラクエルダ、これを複数形にしてもらえばいいですね。はい。で、これは女性名詞ですので、女性の複数形になります。定冠詞もそれに合わせます。Las cuerdas。Las cuerdas.cuerdas, las cuerdas というふうに発音します。はい、よろしいでしょうか。どんどん行きましょう。で、次、ここですね、白い部品。ね、これは日本ではナットというふうに言われています。ナットというふうに言われています。これはね、牛の骨だったり、こういう大っぴらに言ってしまうと最近はちょっと問題になるんですけど、象牙だったりしますね。私は象牙の部品は使ってません。はい。牛骨、牛の骨の、ナットを基本的に使っております。はい。で、こちらですけども、スペイン語では何というでしょうか。La cejuela. La cejuela. La cejuela. はい。で、この、ナットが来まして、次にですね、この鉄の部品ですね。ちょうど弦をこう、押さえつけていくところになりますけども、この、鉄のこのね、部品のことをフレットというふうに言いますね。はい。で、これもいくつもありますので複数ってことになるんですけども、まずは1本の場合ということでお話しします。はい。フレット1本の場合はですね、こういうふうにスペイン語で言います。El traste. El traste. El traste. というふうに言います。で、すべてのフレットを示して言う場合は、これはやっぱり複数形になりますので、このようになります。Los trastes. Los trastes. Los trastes. というふうに言います。はい。ではですね、フレットの次行きましょうか。ここに、日本語では竿って言ったりもしますけども、ネックなんてね、よく言いますね。で、このスペイン語なんですけども、これはネック、首っていう風な感じでは言いません。このように言いますね。El mástil. El mástil. El mástil. という風に言います。よろしいですか？では次に行きましょう。このネックのこう表面に出てるこの黒い木の部分ですね。はい。フレットが打ち込まれてる木のことですけども、これは日本語では指板。というふうに言いますね。指の板と書いて、指板と言います。はい。結構カタカナで、外来語として、これ英語だと、フィンガーボードって言うんですけども、フィンガーボードっていうのもね、ギタリストによってよく言うかもしれませんね。覚えておくと便利かもしれません。日本では、指板もしくはフィンガーボードというふうに呼ばれています。はい。で、これスペイン語ではどういうふうに言うかですね。はい。El diapason. El diapason. El diapason.
というふうに発音します。よろしいでしょうか。はい、でいよいよ、ギターのこれね、まあボディってね、方に来ましたよね、ボディですね。はい、で、このボディですけども、スペイン語ではこれは面白いですよね。まあ、訳してしまうと箱ってことになるんですけども、はい、ここはラカハ、ラカハ、ラカハというふうに言います。はい、で、ここの次行きましょうね、表面板になりますね。表面板、はい、これはですね、ラタパ、ラタパ、ラタパというふうに言います。はい、で次は裏板に行きましょうかね。これ日本語ではこの板のことを裏板というふうに言います。はい、スペイン語では何て言うでしょうか。El fondo, el fondo, el fondo というふうに言います。さあ、でこの次はこの横の板ですね。はい、まあこれおそらく日本では正式にはこれ多分側板というふうに言うと思いますけども、まあ、横板ってね、まあギタリストあまりこだわらない人は言うと思うんですよね。はい、別に横板でも側板でも業界では通じると思いますので、はい、どちらでも使っていただいて結構かと思います。はい、スペイン語ではですね、これこれもちょっと見てください皆さん。ギターって左右対称ですよね。まあ概ね左右対称ですよね。でこれ先ほどの糸巻きと一緒ですね。まあ、ちょうどこのギターの本当に このお尻の部分ですね、ここで継ぎ合わせてるんですね。ですから1枚の側板で、反対側にもう1枚の側板が、こう2枚がセットで側板ということになりますので、やはり単数の言い方と複数の、ね、言い方っていうのがあるんですね。はい、まあ側板1枚だけっていうことはまあほぼないんですけどもね、一応言っておきましょう、ね、こういうふうに言います。 Lアロ、見せておきましょう。はい、これですね。エルアロと言います。よろしいですか？エルアロ。で、2つ揃いますね。まあ、こうお見せしたら2つ見えるかな。ね、こちらですね。両方です。側板、両方で、これは何と言いますか？ロスアロス。ロスアロス。ロスアロス。というふうに言います。はい。さあ、あとそうですね、2、3やっと終わりにしましょう。はい、次ここにこの、ギターのボディですけども、開口部ね、開いてる部分がありますね。はい、これねスペイン語でなんていうか面白いですよね、口って言うんですよね。日本語では口と言わないで、これ口はって言ったりですとかね、これ英語でね、サウンドホールっていうことの方が多分業界では言われる機会が多いと思います。皆様まあ口輪とかね、まあ口輪と実際こちらの方なのかな、飾りのことを言うんですけども、サウンドホールというふうに覚えててもらったら、よろしいかなと思います。はい、よろしいでしょうか。でこれスペイン語ではですね、このサウンドホールですけども、このように言います。まあ口ですね。はい、こう言います。ラボカ、ラボカ、ラボカというふうに言います。はい、でごめんなさい、先ほど口輪と言ってしまいましたね。そう、これ口輪というのは、ごめんなさい、本来この飾りのことを言うんですね。はい、でこれもね、口輪と言ってしまえばもうズバリ日本語なんですけども、案外口輪というふうに言って通じる方少なくてですね、ローズもしくはロゼッタなんていう風に言ったりしますね。ここの、ちょうどこの、ね、このサウンドホールの周りの、こうね、大抵はこの落とし込みになってね、こうモザイクがはめ込まれてるわけなんですけども、このモザイクの、ね、飾りのことを、スペイン語ではこういう風に言います。ラ・ロセタ。ラ・ロセタ。ね、ラ・ロセタ。という風に言いますね。業界によって、例えば古楽器を弾きます、ね、バロック音楽やりますなんて方だとこの辺のことローズって言ったりするし、ね、ちょっとね業界によってそれぞれ言い方が違ったりしますね。はい、まあ、そんな場合は皆さん口はというふうに、ね、言ってもらうのもいいかもしれませんね。はい、制作家さんはみんな口はで通ると思いますのでね、もしよかったら使ってください。ローズもしくはロゼッタなんて言ったりもします。スペイン語はラロセタ、ね、って言います。はい、
ではですね、あともう、はい、じゃあ2つ紹介しましょう。この弦を止めてるこのね、木の部分ですね。はい、ここは、日本語ではですね、これはあのブリッジというふうに呼ばれますね。ブリッジ、まあ橋のことですね。ブリッジというふうに呼ばれます。まあ、本来というか、まあ、あのバイオリン系の楽器ですとね、ここにあの弦を止めてるのが割とこう、また別のこう部品があって、そこからこう弦がこう出て、ちょうどその弦を支える部分のところ、まあブリッジというふうに、まあ本当に橋のように見えますんでね、ブリッジというので、あの言葉通りかと思うんですけど、ちょっとギターの場合あまりちょっとその橋っぽく見えないですね。あの本来もう一つ、まあこれはちょっとスペイン語では言いませんけど、テールピースというあの弦を止めるためだけの部品があって、そこからブリッジに行って先ほどのナットに向かうわけなんで、ちょっとギターの場合はそのテールピースが、まあね、こういう先ほど言ったスペインギター、スパニッシュギター系が省略されてますので、あのブリッジのみっていうことになるわけなんですけども、はい、まあね、本来はあの橋の意味でなってますね。でスペイン語も同じくあの橋の、意味の単語が当てられています。このように言います。 El puente、 El puente、 El puente というふうに言います。はい、で、あと重要なのはですね、この白い部品ですね。この、ビデオ動画ではこれは多分線のように見えると思うんですけども、これも本当に幅が 2,3 ミリってぐらい本当に小さな部品です。まあ、この、部品の高さを調整することによって弾きやすさですとか、音量なんかが結構調整ができたりします。非常に重要な部品ですね。はい、でこの部品のことを、日本語ではですね、あの、まあ、これも英語で言うことがほとんどだと思います。サドル、ね、サドルというふうに、言うことがほとんどじゃないかなと思います。はい、あの、まあ、もしくはですね、場合によってはコマと呼んだりですとか、あとはあのね、これあの先ほどのね、このナットと一緒で、まあ、牛の骨が大体材料になりますので、あの骨の棒ということで骨棒なんてね、言われる方もね、いらっしゃいますよ。はい、まあでも一番いいのは、まあ、サドルでしょうね。はい、サドルかコマというふうに言ってもらえれば、あのギター業界の方大体の方は通じると思います。はい、スペイン語では何と言うんでしょうかね、これね。はい、こう言いますよ。ラ・セギェタ、ラ・セギェタ、ラセゲタというふうに発音します。はい、今ね、いくつぐらいのことをスペイン語で僕喋ったんでしょうね、わかりませんけども、はい、今回はねこのぐらいにしておきたいと思います。はい、もう一通りね、あのギターの大きな概念から、各部品のね、名前を紹介していきましたけども、まあスペイン語だけじゃなくて日本語もね合わせて、皆さんこれからあの楽器屋さん、もしくはあの制作家さんとね、やり取りをする際に、やはり正しいね、用語で使っていただければコミュニケーションもなくなりますし、で、まあ、もちろんあのスペイン語を勉強されている方ね、こんな風にスペイン語ね、ぜひあの日常にも持ち込んでね、使っていただければ、あのどんどん言葉楽しくなりますので、ぜひあのこの動画ね、活用していただければ幸いです。はい、では皆さん、またお会いしましょう。スペイン語でちょっと言ってみましょうかね。はい、スペイン語ではこういうふうに言いますよ。Adiós, hasta luego. Adiós, hasta luego. Adiós, hasta luego. ね、こんなふうに言います。はい、では皆さん一緒に言ってお別れしましょう。Adiós, hasta luego.